ういーす。はい、というわけで、今日も早速歌舞伎マン、冒険の方開始していきましょう。というわけで、なんでまあ最初のとこいるかっつうと、ちょっとおそらくね、行ってないところがあるんで、ちょっと先にそっちをね行っとこうかなみたいな。確かこっちね、俺結局行ってない気がするんだよね。こっち行ってないよね、結局。こっちの階段からの方、こっち結局行ってない気がするんだ。で、どこに繋がってるかわかんないけど、こっちもね、ちょっと見とかないと。おお、これだけかよ。何技、何読めない、枝技、技の指輪。ちょっと文字潰れてて読めねえよ。この間力の指輪見てるのゲットしましたが、技量を高める、筋力を高めて技量を高める、何上がるんだろう、どうでもいいや。あともう一個、なんか呪われるとこ行こう。呪われるとこ。じゃあちょっと、カットしまーす。確かこの先をね、前回この先を渡ったら、なんか侵入されたんだよな、暗殺者みたいなやつに。あ、来た来た来た、暗殺者丸泥。暗殺者、来いよ。かぶいてる俺に勝てると思ってんの？お前、あさっての方向見てどうしたんだよ。おら、うわ、ローリングだ。うわ、いてててて。いいんじゃない、クソクソ。マジか、マジか、マジか。やばい、やばい、やばい、やばい。こいつのローリングパネ。ローリングスキルパネ。死んどけ。うわ、どこ行くんだ。あいつ逃げた、逃げた、逃げた、逃げた。逃げた、逃げた、逃げた。へぇ。おい、マジかよ。俺が歌舞伎すぎてるせいで逃げてったぞ、あいつ。お前、どういう神経してんねん。だって、この先だって呪われるっしょ。うわ、危ねえ。あいつどうしたらいいの？どうやったら倒せる？暗い。暗いしさ、これ呪われるし、どうしたらいい？銀のタリスマン。ちょ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 、タイム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 。いや、ちょっとタイム、ちょっとタイム、ちょっとタイム。ちょ、待って、これどうしたらいい？銀のタリスマンなんて拾ってもさ、銀のタリスマンってこれだろ？これに、これで行けば呪われないとかあんの？ないでしょ。何これ、何これ、かぶいてるわ。いや、これはかぶいてますわ。いや、これはかぶいてますわ。何これでいけば呪われないの？呪われてんじゃん。いって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 、呪われてんじゃん、思いっきり。もう呪われながら行こう。もう呪われながら行こう。やばい、呪われながら行くのやめよう。やばい、呪われる、呪われる。歌舞伎、歌舞伎、歌舞伎。よしよしよし、やばい、やばい。ちょっと待って、これ。まずいね。非常にまずいね。石砕きながら行こう。なんか呪いを抑制する石みたいになかったっけ？ないんだよな、おそらく。痛えな。な、なになに？なになにって、いや。あ、なまっちゃったけど。とりあえず、こいつぼっ殺すじゃん。ぼっ殺すじゃん。あいつがうぜえんだよな。あいつどうにかなんねえのかな。え、まだ生きてんだけど。いや、生き返る、生き返る、生き返る。ちょっと下まで行ってみるか、これ。これ、チキってでも、始まんねえよ、これ。下まで行くしかないだろう。こんなもん。とりあえず、お前はうぜえよ。うぜえよ。どうしたらいいんだ、これ。マジわけわかんねえな、ここ。後で、どうにかなんのかな。あー、真ん中のやつ倒せばいいのか。いや、もうこれ、下まで行こう。勇気を力に変えろ。勇気を力に変えろ。おや？おや？おや？何もない。いやー、これ呪われる。いやー、きつい。いやー、このステージ厳しい。呪われた。ここからはどうしようもない。いやー、呪われたぞ、歌舞伎。マジかー、どうすんだ、歌舞伎。うわー！うわー！いる、いる、いる！うわー、ここ厳しい。ここ厳しい。ここ厳しいなー。あの先には何があるの？ちなみ。ああ、あそこにあんだ、あそこにあった、あそこにあった。あんなとこにあんのかよ。厳しくねえか。やっぱそうなると、この丸泥とかいうチキン、クソチキン野郎が下に逃げる前に、ちょっと倒すしかないっすね。やばい、危ない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 、よし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 。これパターン入るよ。パターン入るよ。あー、入んない、まずい、まずい、まずい。お前逃げんなよ。お前絶対逃げんなよ。なんだなんだよ。やばい、やばい、いやー、くっそー。あー、折られたー。今折っただろ、あいつ。マジかよー。
おーっと、歌舞伎マン選手、これは禁断の兵器、タワーシールドプラス9を出してしまった。さあ、タワーシールドプラス9を、向こうと同じ構え、お?おー、これパクリだ。パクリ。ザ・歌舞伎。ザ・歌舞伎がザ・パクリに、パクリに変わった瞬間。おら、どうした、おら、てめえ、全然怖くねえよ。行かせねえよ、行かせねえよ、行かせねえよ。おー、弾かれてんじゃねえか。俺が、弾かれてんの。俺の手、危ない危ない危ない。落とせ!あ、くそ!危ねえ、よし、いいぞ、いいぞ。突き、突き殺せ。今のバックスだ、狙ったー、バカがー、あー、あ、あ、これ、クラブとかにしたらどうなる。あ、全然だ、ダメだ。ダメだ。お前逃がさねえぞ。シールド、バッシュ、はい、決まりー、うまーい、うまい、シールドバッシュの、あー、待って、待って、待って、さあ、あいつマジ逃げやしゃえな。くっそ、逃がした。逃がしたわ、悔しい。ちょっとどうするよ。体験とかいいのあったっけ。いや、この青の体験とかクソみてえな、こんな体験じゃどうしようもないっしょ。どうしよう。やっぱグレクラかな。グレクラで行こうかな。これが一番いいんじゃないの。ちょっと待って。指輪がおかしい。いや、これでいいんだ。魂のカゴで、いや、もう。命のカゴよりも魂を守ってもらおう。まず、こいつを、どうにかしたいよね、ちょっと。どうにかなんねえかな。こいつ。こいつ、ちょっと暗いよな、このステージ。な、くれんだよ、このステージ。行って行ってまずい。とりあえず、行って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 。石食おう、石食おう。石食いながら行こう。食ってんのか分かんないけど。呪われちゃったんだよな。よし、こいつをまずは殺すじゃん。とりあえず、仮に殺して、やめてやめて、お願いお願い、死にたくないの、お願いお願い。うわー、出やがったよ。逃がすな、危ない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 。こいつ逃げる逃げる逃げる。ほれ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 、お尻ほれお尻。絶対逃がすな、絶対逃がすな。こっちが、こっちから先が通すな。いて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 。ほれほれほれ、くそ、ほれほれ、あいって、バカ、ほれほれ、いいぞいいぞいいぞ。よし、取った取った取った。だけど逃がさない。だけどこっちには逃がさない。絶対逃がせねえ。絶対行かせねえ。絶対行かせねえ。あっつ、くっそー、やめろ、逃げろ。お前もう逃げていいよ。行ってよし。いや、行っていいよ、行っていいよ。よし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 。いやー、危なかったー。先にやっぱあの遠距離野郎を倒さないとダメだな。弱点はうっかり、そして太陽万歳。どういうこと?なんか攻略こねえの?この先アイテムが必要だ。走り抜け、そして右。ご利用し推奨じゃないですか。走り抜け、そして右って。もうご利用す?もうこれご利用すしか手はないんじゃないでしょうか?攻略できれば、なんぼのもんじゃいということでね。もうこれはゴリ押すしかないんじゃないでしょうか。もうこれは、ゴリ押すしかないんじゃないでしょうか。うー、いけー、歌舞伎。お前が世界一。歌舞いてるよ、歌舞いてるよ、歌舞いてるよ。いいよ、いいよ、歌舞いてるよ。行って。イエス、イエス、イエス。聞かないわ。聞かんな。聞かんな。聞かんな、聞かんな、全く取って聞かんな。相手も広い。よし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 、これでいい、これでいいんだよ、これでいいんだよ。俺には命の覚悟がついてる。こいつと決着をつけて先進みましょうか。これはちょっとこいつと決着をつけないともう先には進めない。暗殺者マルドロー、てめえと同じ装備でてめえをぶち倒してやるよ。でも、言ってもこいつ、多分、ガン立てしとけば、多分、チャラヘッチャラなんじゃないでしょうか。引かないね。落ちる!バカ!俺落とす気か!てめえ!姑息な手段使うじゃねえか。てめえは逃がさねえ。あ、こいつ落ちた!あ、落ちねえ!どうした?おい。おい、落ちろ!落ちろ!落ちろ!あ、こいつ落とせる!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 バカ!落ちろ!落ちろ、落ちた、俺も落ちた、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえけど勝った、勝った。
アイテムなし？買っても何もアイテムもらえないのか。ちょっと待って。何こいつ？あ、もう一人落ちた。もう一人落ちた。危ない危ない。こんなとこで死んでたまるか。ちょっと、え、勝ちのアイテムは？え、買ったアイテムは何もないの？何もないんすか？じゃあもうカット。いやー、長く苦しい戦いでしたね。マルドロ君との試合、長く苦しい戦いでした。さあ、ここからは、ちょっと私の、この、見た目が結構好きな、ゲルムの王の、だっけ、名前忘れちゃったけど。これでちょっと行ってみようかなーと思いまーす。これ、どこ行くんだっけ？下だっけ？とりあえず、上行くとなんだ？上はショートカットなのかな？ちょっと見てきていいですかね。あれは上に行くルート、ここはまだ開かない。あ、開くじゃん！あ、ちょっとここ開いちゃったよ、どうする？ここ開いちゃったんだけど。この先、呪いがあるぞ、つまり左。怖い。助けてー。とりあえずこいつを殺さないと話にならない。うわー、2匹いる !2 匹いる !2 匹いるということはグレグラで一発で殺しちゃった方がいいかもしれない。けど行く。当たんねえわ、全然。グレグラに変えようかな。グレグラに変えます、申し訳ない。ダメだ、2体相手じゃちょっとやっぱりグレグラの方がいいわ。リーチもあるし。しょうがないね。しょうがないね。相手が2体いるなら。お、逃げんなよ、カス。お、逃げんのか、おい。ビビってんのか？おい、しんどけ。やべ、強いぞ、こいつ。ガードが硬い。ガードっていうか、HP というか、防御力が高い。届かねえ。おい、チキってんのかよ。来いよ。ビビってんのかよ。もう行く？こん中。いや、こん中。来いよ、マジで。なんで来ないんだよ。俺、呪われちゃうんだけど、そっち聞くぞ。お前。まあでもこいつは賢いですね、結構。自分の、うわー、やばい、うわー、うわー、うわー、あとちょっとなのに、あいつ。ほら、しんどけ。やべ、俺が呪われる。あ、この敵自体に近づくと呪われるんだ、多分。死ね！やばい、呪われる。完全に呪われる。まずい。まずいぞ。あいつあとちょっとなのにな。来いよ、マジで。でもあんま近づきすぎると呪われるから、マジあんまり来るなよ。どっちだよ。うわ、当たんね、死ね、やばい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 、一旦退却、一旦退却。ここやばい、ここやばい。うわ、いっぱい来てる。いっぱい来てる、いっぱい来てる。荒ぶりすぎ。荒ぶりすぎだよ、お前ら。落ち着け、落ち着け、落ち着け。おら、あとちょっと削りきれねえ。なんかサブで仕込んどくか。振りの早い武器。振りの早い武器、サブで仕込んでた方がいいな。お前何なんだよ、お前は。おらー、おいしょー。いやー、ここ敵いっぱいいるな。あ、でもここでさ、一匹ずつこうやってさ、戦えば多分、余裕よ。こんな感じに、ここに一匹ずつおびき寄せたらこれ、余裕なんじゃないですかね。しんどげかす。このステージ自体に呪いは、ある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 、呪いがある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 。このステージ自体にも呪いがある。ってことは多分、つまりあれですね、また棒ぶっ刺しゲーっていうことですね。マジさ、呪いってさ、一番うざいんだよ、ダークソウルズ。これちょっとメッセージ読もう。前そして左、信じよう、信じよう。前そして左、信じよう。彼の言葉を信じよう。うわー、なにこれ、うわー、なに、なんか取った、やったやった、けどやってない、けどどうしたらいい、呪われるー、呪われたよー。こうなったらクソなえるよ、こうなったらクソなえるよ、いよいよクソなえるよ。もうなんなんだよ、もう呪われたからいっか、もう呪われたからいいわ。散策しようぜ、もう十分に散策していこう。ここはもう何もない。もう十分呪われたんでね。やべ、HP が、HP がどんどん減っていく。ここは、この先幻の壁に注意しろ。まる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 。まる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 。まる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 。何もねえじゃねえかよ！わかった、今度こそ攻撃だ。あれ、また呪われていく。やばい、HP の上限が、HP の上限が、どんどん、減っていく。こっちは、敵は湧かない。もうやめてよ、呪いとか。もう何にもないの？本気で。あ、宝箱だ。待って、これ、罠かもしれない。ローリング、ローリング、ローリング。
ダメだ、なんでもない。で、そしてさっき拾ったの何？さっき拾ったアイテムが全く何か見てないよ。見てないマン。さっき拾ったアイテムを全く何か見てないマン。呪いすぎ、呪いすぎ、俺ちゃんのこと呪いすぎ、言って言って言って、まずいまずいまずい。ちょっとこれ、とりあえず殺して、殺して、このスペースに隠れる。よし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 、いいよいいよ。呪われすぎ。呪いすぎだよ。どんだけ歌舞伎マンに恨みあんだよ。火の蛇、火の蛇、火の蛇、わからない。ちょ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 、怖い。こいつ倒さなきゃ。こいつ倒そう。とりあえず、呪いすぎ。こいつぶっ倒れちゃってる。バーカ。やばい。殺そう。これで殺そう。よし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 。やばい、こいつ多分蘇る。こいつ多分この呪いのとこだと蘇るんだ。開け開け開けごま開け、うわあ、当たった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 、よし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 、こいつをぶっ刺せ、こいつをぶっ刺せ、これで勝てる、これで勝てる、俺は呪いから解き放たれるんだ。ちょっとさあ、そういう呪いの仕組みは良くないと思うんだけど、俺さっき手に入れたのなんだろう、よく見てなかった、怖すぎて。オッケー、やっと俺は呪いの呪縛から解放されたっていうわけだな、お前。いやー、よかったわー。閉めときましょうね。なんで閉めたし。アイテムを拾いたかっただけなんです。うつろのなんとかの剣。わー、死んでる！わー！すげー、北枕。北なのかわかんないけど、あっち。すげー、北枕。あ、ここ扉が、立て付け悪いわ。この扉絶対開かないやつだ。この扉絶対開かないやつだ。なんつーの。三人敵が出てくるとこの、三人、忘却の牢の、三体出てくるところの、あいつらのとこもでっけえ扉あるけど、あそこもなんか立て付け悪すぎて開かねえもんな。とりあえずこれ上とか見てみたいな。上は何があるんですかね。ショートカットじゃねえかな。いやでもこれ下行ってる？あれ来ない？あ、来た来た来た。これ多分ショートカットだと思うんだけど、違うかな。これ多分上行ったら俺的の予想だとショートカットだと思うんだ。全然違う。これ何？これやっぱショートカットでしょ？あ、これ知ってるもん、俺がなんかめっちゃ苦戦したとこでしょ、ここ。あー、やっぱショートカットですね、これ。これ来れるんですね、ここまで。あー、上まで行けるんだ、これね。はいはいはい、納得。納得ですよ。これ納得ですよ。十得ナイフですよ、これは。ちょっとじゃあ一回ちょっとかがり火で休みます。かがり火でちょっと休んでいきます。